はい、ミューズバイタル健康管理士の福島満哲斎です。今日は8月1日、昨日は東京オリンピック日本柔道混合金メダルおめでとうございました。でも本当は金メダル取ってほしかったですね。悔しいですね。さあ、その悔しさを今日は足焼きや筋膜リリース、胸の運動でスカーッと白鳥の湖整えてまいりましょう。はい、足焼きや筋膜リリースストレッチをやる前にまずは準備運動をやりましょう。はい、腕を軽く下ろして親指を中心にキラ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 、親指ですよ、親指を回転軸にキラ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 、はい、パフ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 、自転車のパフパフね、注意喚起のパフパフ、はい、キラ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 、パフ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 、キラ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 、パフ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 、はい、準備運動もう一丁、はい、小指と姉さん指を肩口につけて軽く回します。はい、軽く回して軽く回して、はい、軽く回したらほんのちょっと大きく肩甲骨もグリングリーングリングリーン、はい、グリングリーングリングリーン、はい、はい、簡単に準備運動終わりましたね。じゃあファシアケア早速参りましょう。はい、胸には大胸筋の外側っていうか上から外側にかけて手のひらをシュポッと下向きに向けたようなね、大胸筋に反してこの小胸筋、小さい胸の筋、小胸筋が触ってます。このね、小胸筋の入り口っていうかね、始まり口、ここをね、軽くね、指の腹でスッと、軽くスッと手を添えて押さえて、クッと上げます、クッと上げます。この時ね、場所的にはね、この肩の骨と肩、これはね、鎖骨ですか、鎖骨のね、このちょうど間、スポッとこの、スポッとへこむとこ、ここをね、手を添えてスッと上げます。この時はね、右手、まず右手やりますよ。右腕を上げて、上げて、息を吸う時に一緒に、ふーっと、ふーっと、クーッと一緒に上がりますよ。はい、息を吸いながら腕をこう後ろに反らします。その時に一緒にクークーッ、添えた手がクーッと上がりますよ。胸、息を吸った時の胸の動きは斜め上、こんな感じ。はい、いってますよ。はい、息を吸いながら吸う、はい、直って上げた腕は奥へ、もう一丁しっかり吸いますよ。もう一丁いきましょう。もう一丁、はい、反対参りましょう。はい、この肩と鎖骨の間のこのくぼみ、ここをヒュッと軽く手で押さえてクッと上げますよ。先生によってね、ここつまめって人いますけどね、つまめないですよ普通。はい、自分でやるからつまむ必要ないですよ。どっかの偉い先生もしつまめながらやってください、もし言ってもね、つまめませんから素人は。はい、ということで手を添えてクッと上げるだけですよ。はい、同じように手を上げて、同じようにこう上げた時にスーッと上げますよ。で、吸いながら、そうそう、こんな感じ。もう一丁、胸の動きはこう、こういう風に息吸ってくださいよ。こう、はい、もう一丁、もう一丁いきましょう。もう一丁、胸をしっかり開くように、いいですね。はい、次は今度はね、後ろのね、肩甲骨、ここにね、ベタッとでっかくくっついてる筋肉、ここのね、肩甲骨をふっと触ってね、ふっと触って息を吸うと同時にね、
一緒になってこうスーッと自分の手前へこう引く感じ、ギュッと押さえて、いいじゃないですか、軽く押さえてスーッですよ。これも息吸いながらやりますよ。いきましょう。はい、アインのポーズ、アイン、志村けんのアインですね。アインのポーズからスーッと腕を伸ばしますよ。息吸いながら、はい、手を添えてアインのポーズから息を吸いながらスー、はい、背中の筋肉伸びますよ。カッパイ筋、昔カッパイ筋って言いましたかね、カッパイ。もう一丁カッパイを伸ばす。後ろから見たら抱き合ってるみたいですね。はい、面白いですね。いってみましょう。はい、はい、反対も軽く添えて、はい、大きく息吸いますよ。アインしながら向こうへ行きますよ。もう一丁、しっかりカッパイ筋をスーッとね、いいですね。しっかり伸びますよ。もう一丁、たっぷり吸います。息をたっぷり吸います。いいですね。次はちょっと高度ですよ。はい、右腕を今度はまた同じアインからスーッと手前にぐーっと伸ばすんですが、左手、はい、背中の背骨からほんのちょっと右寄り、ここのね、筋肉の生え際をシュッと押さえて、こう押さえたままアインからスーッと伸びます。スーッと伸びます。こう、これがまたね、素晴らしいストレッチングになるんですよ。大汗かいてますけどね、いきますよ。はい、手は背骨からちょっと中入ったところに添えといて、はい、息を吸いながら、もう一丁、もう一丁、もう一丁、いいっすね。大汗かいてますよ。じゃあ反対いってみましょう。はい、左腕をアイン、はい、背骨からほんのちょっと左側入ったところ、ここ、ここ骨からほんのちょっと入ったところ、ここ、はい、ここ押さえてアインの状態からスー、もう一丁、息吸いながら、もう一丁、たっぷり息吸いますよ。たっぷり息吸いますよ。もう一丁、もう一丁、いいですね。大汗かいたからちょっと汗拭きますよ。カメラ入れてますよ。はい、汗拭きますからね、待ってくださいね。はい、タオルがなかなか取れましぇん。はい、今日はね、日差しがあるからね、日焼け止めクリームたくさん塗ってますよ。はい、はい、汗を拭いてすっきり。じゃあね、はい、4つ目いきましょう。4つ目はね、簡単。はい、肩動きますね。肩のこの頂点からちょっと後ろ、こと手を添えて手前にスッと引くだけ。はい、手前ちょっと引いて、はい、腕をこう出してね、左右にふーふーふー
動かすだけ、ね、はい、添えた手はほんのちょっと手前でこうするだけよ、はい、こんな感じ、はい、反対もやってみましょう、はい、手を添えてほんのちょっと、ほんのちょっと手前引いて、はい、腕は L 字を、はい、外へヒュー、中入れて外へヒュー、はい、ヒュー、繰り返し、ヒュー、はい、こんな感じよ、繰り返しよ、これ簡単ですね、よっしゃ、さあどうでしょう、肩の動き良くなりましたかね、はい、軽やかですね、よっしゃ、じゃあ白鳥の湖行ってみましょうかね、はい、はい、橋脇や筋膜リリースストレッチング、白鳥の湖いかがでしたか、はい、ミューズバイタル健康管理士の福島万哲斎でした。